ナンバー、アイトキング、プリンスの裏話。元メンバーのフォローで見える衝撃の絆。キンプリの長瀬角がついにインスタグラムデビュー。しかし、そのアカウントはフォロー数ゼロで話題沸騰中。ファンたちの期待に応え、1月23日、長瀬は自身の誕生日を迎え、インスタグラムアカウントを公開しました。しかし、解説から数日経っても彼はまだ一切のフォローをしていません。1月23日、キング、 アンド、プリンスの長瀬角が待望の誕生日にインスタグラムアカウントを開設しました。ファンは大喜びで、長瀬角、インスタグラムがトレンド入れし、フォロワー数はすでに96万人に迫っています。一方で、彼が誰もフォローしていないことに対してファンたちからは興味津々なコメントが寄せられています。長瀬がインスタグラムを始めた理由については、周囲のタレントはやっているし、 プラスの要素しかないからと24日のラジオガーデンでコメントテーマを決めずに写真をアップしていくとのことで初投稿は雑誌民謡時の連載で撮影されたアザーカットだそうですしかし投稿以外の機能に関しては勉強中とのことで他のユーザーをフォローする余裕がまだないようです一部のファンは長瀬のフォローのタイミングに注目しレン君がどのタイミングでカイちゃんフォローするか みんなじらされてるといったコメントが散見されています。しかし、メンバー同士のフォロー関係には、さらなる複雑さが潜んでいるようです。キング、プリンスのメンバーたちが SNS 上でのフォローについて、ファンたちは熱い視線を送っています。特に、かつてのメンバーである平野信用と神宮寺雄太が率いる、新グループナンバー、愛との関係が注目されています。 彼らは互いにフォローせず、一部のファンは、キンプリとナンバー、愛が対立しているのではと憶測しています。しかし、本当に SNS 上のフォローが関係性を表すものなのか、疑問が残ります。ファンたちは一騎一流し、メンバー同士の交流を期待する一方で、5人の関係は花火のように散りませんというコメントもあります。メンバーたちは互いの連絡先を持っており、公にしなくてもコミュニケーションが可能な状態です。 ではなぜ、SNS 上でのフォローが重要視されるのでしょうかキンプリのメンバーたちがそれぞれの道を歩んでいる今、ファンたちは彼らの個々の活動を温かく見守りたいと願っています。それぞれのインスタグラムを通じて、ファンとのつながりを大切にする姿勢が感じられる一方で、フォローの有無が彼らの友情や関係性を物語るものではないことも理解しておきたいですね。最後に、どのメンバーが誰をフォローするかに焦点を当てるのではなく、 彼らの個々の活動や成長に注目し、楽しむことがファンとしての真の喜びかもしれません。彼らの未来に期待しながら、キンプリの輝かしい音楽とパフォーマンスをこれからも楽しんでいきましょう。